頭には兜、体には鎧、剣の束に手をかけた男性の姿。この作品は国宝挂甲の武人、粘土を素焼きして作られ、墳墓に並べられた古墳時代の埴輪です。目と口は細長く穴を開け、鼻は盛り上げて表しています。兜には顔を守る頬当てがつき、鉢には小さな粘土粒を貼り付け、鉄の板をリベットによってつなぎ合わせていた兜の作りを表しています。また蝶結びは紐で結んで身につけていた当時の鎧の着付けの状態を再現しています。鎧兜の細かい部分から着付けの方法までを詳しく表す真に迫る表現からは、この埴輪を現実世界の武人と同じ姿に作ることで、墳墓に葬られた人が勇ましい埴輪によって確かに守られるようにと願う古墳時代の人々の祈りが伝わってくるようです。